おきれいだな。ねえルーナちゃん、おきれいのな。ねえルーナちゃん、おきれいのな。いや、なんかさ、1時間前くらいにさ、ルナちゃんこの時間大丈夫かなって、ちょっと、待ち合わせ時間をね、連絡さ、返信ないなと思ってたの。いや、これね、なんかね、いや、ちょっと、いないだけ、離席かなって思ってたんだけど、ツイッター見たらさ、眠いってなんか2時間前にくらい、会に帰ったじゃん。あ、これは、寝てるかもしれない。これ寝てるな、多分。寝落ちしてんな、と思って。うん。いや、まじ、ルーナちゃんをちょっとみんなで待とうかなって。まあ、ちょっと1時間くらいさ、みんなでちょっと待ちながらね。すやすやですね、今ね。完全にすやすやなんですけれども。ルーナちゃんのモノマネお願いします。なぁ、なんだっけ。なぁ。どうこれ、似てない、似てない。いやー、ごめんちって。ひまわり、ルーナなのだ。え、ちょっと似た、待って、これちょっと似てない、ちょっと似てない今の。そう、びっくりですね。っていう感じで、1時間経ったんですけど、ひまわり、ルーナは起きませんと。いやー、起きないですね。どうしようね、みんなね。またね、改めてちょっと、日取り決めて、連絡しますということで。はい。ごめんね、みんなちょっとお待たせして。よかったら、ルーナ。はーい、こんにー。先ほどは、ひまわりルーナが大変申し訳ありませんでした。罪の償いは、今こちらからね、これから始まる、ひめもりルーナからの謝罪会見でちょっと、聞いてあげてください。どうぞ、ひめもりルーナによる謝罪配信。うなーい。みなさん。うん、大変。大変。あ、お集まりいただき、誠にありがとうございます。本日23時からフーさんとのコラボ予定でございましたが、私、ひめもりルーナ、寝坊いたしまして、起きたのが0時28分ぐらいということになり、大変な遅刻をしてしまいました。この度は、フーさん、伴い、リスナーの皆様には、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。目覚まし時計は、設置されなかったんですか？記者会見。あ、質問が飛んできたのは。目覚まし時計の方は22時30分にセットさせていただいておりましたなのな。目覚まし時計は一つだったんですか？一つで2、30分で一度目を覚ましたのですが、そのまま、また夢の中に行ってしまいましたなのな。今回初めての寝坊ということなんですけど、どうして今日だけ寝坊されたんでしょうか？あ、今日ちょっと、朝早く起きまして、朝5時に起床いたしまして、そこからお出かけをしていたら、やはりちょっと眠気に勝てず、寝てしまいましたなのなぁ。まあ、しょうがない。ごめんなのな、みんな。ふーたんごめん。おはよう、ルーナ。ごめん。まあ、ルーナちゃんもね、こう言ってるんだね。やめて、ルーナちゃん。本当が場をつなげていただき本当に感謝しておりますありがとうございますなのな。こんなに塩らしいルーナ見れるの今日だけだぞ。いや、初めての寝坊なので恐ろしいほどのショックを受けております。東方、まあちょっとわからんでもない。じゃあ元気にね、元気にマンカラしよう。え、初手マンカラ。これものすごく運ゲーなのよ。
ね。そうなの、うん、運ゲー、たこ焼きは運ゲーなの。アクションゲーム、アクションゲーム。普段はどれが好きなの？私はね、ボウリング好き。ボウリング全部一人で遊んでたから、うん、なんか二人で遊ぶの初めてなんだよね、うんうん、そうそうなのだ、うん、でなんでそんなへこんでんのずっと、お笑いよ、お笑いよ、リメモリールーナずっと死にそうな顔してんぞ。顔が戻らない。顔固まってるよ。ニコしょ、えい、ニコ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 、あーかあーかわいいね、あーかわいいね、かわいいね、笑顔で、うん、いいね、いいね。そっからボコボコにするから。なんとボコボコにされてしまうのだ。エアホッケーとかどう？最後はおつふれルーナで終わるか。はいはい、じゃあ、OK、みんなおやすみ。おつふれルーナ、おつふれルーナー、バイバーイ。眠くないじゃない、でもルーナちゃん今からなら。いや、まだちょっと眠い。寝よう、今から寝ような。おやすみ。